んにちは、片桐咲です。さあ今日はですね、風の時代のお金事情、経済についてお話をしたいと思います。これあくまで私の考えですのでね、参考としてね聞いていただければと思います。でこれちょっとですね、私も少し前もねお話ししたかもしれないんですけど、とにかくお仕事に関してはね、YouTube の最初の方に、嫌な仕事は辞めた方が機運が上がるっていうお話をしてるんですね。でこれエネルギーの問題ですので、お金というのは、散々お話ししてきてますけど、皆さんの思ってること、感情がエネルギーとなって出てますよっていうね、その出てるエネルギーが引き寄せるわけなので、嫌な感情というものを持ってる限り、その感情の方が結局お金とかね、豊かさをね跳ね返してるわけなんですよね。お金というのは余裕がありまして、豊かな人ってだいたいゆとりがあると思うんですよ。ゆとりがあって、おおらかな感じでねしてると思うんですけど、そういったエネルギー、豊かさのエネルギーじゃないと豊かさは寄ってこれないわけなんですね。で嫌だなっていう気持ちですとかね、マイナスな感情っていう方が逆にその豊かさとエネルギーと合ってないので、お金を引き寄せられなくなっちゃうんですね。ただここら辺はね結構難しいですし、感情って言ってもいろいろありますので、皆さんいろいろ毎日感情も動きますし、感情はね全てね、喜怒哀楽全部必要ですし、全部悪っていうことはないんですけども、やっぱり引き寄せる時にね必要な感情とかいうのがありますので、このね感情の浄化とかそういうのは心理学の方法になってきます。これはね別にね、個別カウンセリングですとか、別のワークとかね、グループワークとかも今後オンラインサロンとかでもやっとこうかなと思ってますけれども、で特にお仕事っていうのは今の段階ですと、皆さん結構丸一日ねお仕事されるので、すごくその長い時間なんですよね。そのお仕事に携わっている時間のその感情、お仕事での人間関係もそうでしょうし、その仕事が好きかとかね、そういうこともあると思うんですけど、それはねかなりね毎日毎日それ長い時間やってると、大きいね影響になってくるかなと思います。お金の引き寄せについてはね、今後セミナーとかやろうかなと思ってますので、またご案内しますのでね、お待ちいただければと思います。で風の時代のね働き方についてなんですけれども、で皆さんはね多分そのまだね地の感覚の方が多いと思うんですよ。地の時代の感覚の方が多いと思うんですけど、地の時代っていうのは労働力が生産性にそのまま結びつくというか、だからね少子化は問題だとか言ってると思うんですね。で少子化が問題って何で言ってるかというと、働く人が多いほど結局生産性が上がるみたいなね考え方が地の時代だと思うんですよ。でも私はね地の時代からそんなこと全く思ってないわけですよ。人数が少なくても労働時間が短くても生産性を上げてたくさん稼ぐことは全然可能だと思ってるんですね。でもちろんそれは全ての人が実現できてるわけじゃなくて、まだね一部の人たちはでも実現できてると思うんですよ。 YouTuber だって多分一部のトップ YouTuber はね、普通の人で考えたら生産時間なんか短いですよね。それでもすごい何億円とか稼いでるわけじゃないですか。本当に IT もね発達してる時代に、その昔のようなね人数に比例して生産性が上がるとかね、そういった考え方はねめちゃくちゃ古いというかナンセンスだと思ってるんですね。で少子化はだから別に、私はいくらね少子化になったって経済を発展することはいくらでも可能だと思ってるんですよ。でこれから特にもう AI の時代とかもうコンピューターの時代なわけなんで、人間が働かなくなってくるわけですよね。で人間が稼ぐわけじゃないのに、なんで少子化とか問題じゃないわけですよ。それよりも頭を使ったりとかアイデアを使ってねやってきゃいい話だと思うんですね。なんでちょっとまだねその地の時代の感覚でね言ってるんじゃないかなと思ってまして、それにやっぱりそうなるとね、人間がやるお仕事と、AI のお仕事とね、分かれてくると思いますので、今まであったお仕事もね、なくなってきたりはすると思います。で、知識なんかもそうですけどね、知識もね、もう今後ね、多分 AI が全部取って代わると思います。もう本なんかね、100冊ぐらい1日で読んじゃって AI だったらね、もう AI に聞けば何でもね、瞬時に答えが出るみたくなっちゃうと思うので、知識なんて正直今後役立たないですよ。だってそんなの今でさえね Google 検索とかですぐ出てくるのに、それをね人間がやったってもう取って代わられちゃいますので、だから本当にこれからはもう人間のその感性とか、感覚ですとか、そういった人間ならではのものがねよりね大切になってくるかと思います。でそのお金に関してもまだ心配だっていうのは、皆さんそれまた地の時代の考え方だと思うんですよ。だいたいね例えば老後ね2000万円必要だとか言ってますけど、それは地の時代の考え方の延長線で言ってるだけの話でして、コロナウイルスだって誰も予想がつかないわけなんですね。で今後のことは誰も予想がつかないんですよ。今後 AI が働くとか言われていて、人間が働くね時間が短くなるとかね、人間の仕事が奪われると言われてる時代でね、その先のことなんか全く分かんないですし、人間が働かなくたってね稼げるようなね時代になるかもしれないですし、皆さんが今思っている未来ってあくまで今までの過去の延長線なだけなんで、
その過去の地の時代の考え方からね、未来なんて一切予測できないんですよ。私全然問題ないと思ってますね。それは地の時代の時から全くそう思っています。で、結構最近だとベーシックインカムのお話とかもね、してる方もいらっしゃいますけども、全ての人にね、基本的なお金がもう入ってくるようになる、支給されるみたいなね、生活費がね。そうするとみんな働かなくなって暇でしょうがないみたいなね、お話も聞きますけど、まあ、人によっては5年後ぐらいに来るんじゃないかと言ってる方もいらっしゃるんですね。で、そうなったら皆さん老後問題なんて何の関係もないですよ。ないし、どうなるかなんてね、先のことなんか一切分かりませんから、これだけ世の中がね、変化してる時代にね、皆さんが今持ってるような未来なんかね、全然変わっちゃうと思います。1年後だってどうなるか分からないのに、何年後とか老後なんて全く分かりませんから、本当にね、前もちょっとね、 YouTube でもお話ししてるんですけど、渋谷のラジオに出演した時のね、心理学とか引き寄せをね、語りまくったね、動画ご覧いただければと思いますけども、全て今でしょなんですよ。今しか確実じゃないんですよね、はっきり言って。もう未来全く分かりませんから、今を充実させることに集中させるっていうのが一番大切です。ですので、お金のことね、正直そんな心配しなくてもなんとかなると思いますし、2023年とかからね、一気に世の中良くなるっていろいろね言われてるじゃないですか。もう全然世の中変わるわけなんですよ、きっと。もう風の時代なんで、全ての人が平等の時代に変わるに決まってるんですよね。なんでそんなこと心配しなくていいと思いますし、皆さんがやることはとにかく嫌な感情とかを持つと運気下がりますから、とにかく楽しい感情でいること、楽しい仕事、もう仕事も本当に楽しいと思える仕事で、もう趣味みたいなね、やってて楽しいからやるってお仕事に変えていくっていうことです。で、嫌な感情を持つようなお仕事をしてたって、生活費が別にね、正直そんなに増えないですよ、感情が悪いからね。ですから、そういう感情だといいものを引き寄せにくくなっちゃいますので、やっぱり感情がエネルギーで出ててね、そのエネルギーが、同じような、ね、エネルギーを引き寄せますので、わざわざ嫌な感情を持つようなお仕事をする必要もないので、世の中たくさんお仕事あるわけだし、自分で作り出せばいい話ですよ。これからの時代は会社に所属するような時代でもなくなってきてますので、もうどんどんそういってね、思考もチェンジしていただきたいと思います。本当に波動の時代になりますので、波動っていうことはいかにいい状態をね、自分が保つかってことが大事になりますので、ぜひ皆さんそこをね、目指してね、やっていただきたいと思います。で、無料オンラインサロンのね、サキサロンではね、みんなでね、楽しく波動を上げて開運するっていうのをテーマにやってますので、ぜひ皆さんご興味ありましたらね、入っていただければと思います。下の概要欄から見てみてください。それではまたぜひご覧ください。風の時代に色の波動で羽ばたく開運するオンラインプログラム、最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 See you next time.